京王3000系電車北陸鉄道8000系電車北陸鉄道8000系電車は北陸鉄道に在籍する通勤系電車である京王電鉄3000系を1996年12月と1998年10月の2度に渡って譲り受けたもので浅野川線で運用されているなお、本校では本系列のほか、2006年11月に 同じく KO3000 系を譲り受けて、石川線向けに投入した7700系についても、記述する。1990年代に、金沢市の都市開発計画の一環として、浅野川線北鉄金沢駅の地下移転が決定した。この路線ではそれまで、各線由来の車両と名古屋鉄道からの譲渡車の10、形式の旧型車両が使用されていたが、 これらはすべて反抗性車体であったことから、路線の地下化に伴い必須となる火災対策、不燃化基準に対応させることが不可能であった。そのため、北鉄では基準に適合する中古車両の購入を検討していたところ、k 王重0整備より、k 王3 0 0 0形状との打診、こうして8000系の導入が決定した。なお、本港で扱う両系列の購入に際して、 北鉄では近代化助成制度に基づく助成金の交付を受けている。8000系導入に伴い、河川電圧の1500ボルト昇圧も同時に施行されることとなり、1996年12月19日をもって従来型釣り掛け駆動車をすべて置き換えた。なお、浅野川線では同日よりワンマン運転を開始し、 8000系も当初よりそれに対応した仕様とされている。その後、石川線に残存していた旧型車の代替と下記の実質的な冷房化率100%達成のために2006年11月に7700系、もは7701区は7711の2両が石川線に投入された。外観上における基本的な仕様は8000系に、 順じているものの、石川線の主力形式である7000系と互換性を持たせるため、主要機器については大幅な設計変更が加えられているが、詳細は講述する。8000系8800番台と8900番台の車体断面の違いがわかるもとは、KO3000 系第1から5編成の両タンク派で、いずれも分散型冷房装置を搭載する。 1> 第1.2編成は、全長 18,180mm で、裾そしぼりのない車体幅 2,700mm の、肩回避車。第3編成以降は、全長 18,500mm で裾そしぼりを、有した、車体幅 2,800mm の両回避車と、種車によって、車体の仕様が大きく異なり、北鉄では、全車は8,800番台。 後者は8900番台にそれぞれ区分された。いずれ木波を由来としていることから、浅野川線での使用にあたっては、廃車解体された、KO3000 系中間電動車で、波3000系、3050系の発生品を流用して、電装化、ネム編成化が施行されているが、指定後機のみは、元が強制通風式であったのに対し、豪雪地帯での使用を考慮し、 自然通風式のものを申請して搭載した。制御機は東洋電気製造製電動カム軸式 ES573A、主電動機は同 TDK807-3C、台車はペデスタル式空気バネ台車の等級車両、製造製 TS801A である。パンタグラフはモハ 8800K、8900K の連結面寄りに一機搭載しているが、 当該部分の冷房装置を一気撤去し、そのスペースにパンタグラフ台座及びパンタグラフを新設する形を取っている。その台座は積雪時のパンタグラフ下部と屋根間の空間確保のためセ高か形状となっていることが特徴である。車体は前日のパンタグラフ新設を除きほぼ原型を保っているが、先頭部 FRP が北鉄のコーポレートカラーであるオレンジ色のものに 新品交換されたほか、正面運転台が窓状に列車無線アンテナが設置され、1998年に入線した8903編成では、正面倉下の通風口が廃止された。前面の行き先表示器は、列車種別と行き先を併記するタイプのものを備えて、いるが8801編成のみは、北鉄金沢内灘固定表示のアクリル板に交換されている。 また、側面行き先表示幕非装備の第1点に編成から改造された8800番台の編成は、運転室直後の側窓内側に側面、行き先表示幕を新設している。浅野川線では1500ボルト小圧と同時にワンマン運転の開始を予定していたことから、本系列は当初からデッドマン装置、運賃箱、車内運賃表示機等、 ワンマン運転関連の機器を搭載して登場したほか、モハ8810系、8910系の運転台直後の扉に半自動扉扱い用社外スイッチが設置されている。その他、全編成とも正面床下,下に大型の排泄機を装備し、運転台からの操作によりレール面柄の高さ、調整を行う機能を備えている。8800番台に編成。 8900番台3編成の軽重量が浅野川線に所属し、番台ごとの区別なく運用されている。7700系元は、3, k 王3 0 0 0系、第11編成の両タンク派で、車体外観は8900番台とほぼ同一である。また、分散型冷房装置を搭載する車両であること、電動車化に際しては、連結面寄りの冷房装置を一気撤去し、 空いたスペースにパンタグラフを新設したこと、ワンマン運転関連の機器を新規搭載したこと等も、8000系と同様であった。石川線の河川電圧は 600V であることから、主要機器をそのまま一節搭載した8000系とは、異なり、電装品はそのほとんどが換装され、7000系と同様 1M1T 編成化された。制御機は、c s 2 0ア型、主電動機は、 日立製作所製、HS836 回 RB 型、台車は、モハ7700型が、住友金属工業製、FS342 型、クハ7710型は、DT21T 型といずれも、西武鉄道及び、東日本旅客鉄道からの廃車発生品で、揃えられ、7000系との仕様の統一が図られた。ただし、 補助電源は静止系インバータが申請され、区ハ7710型に搭載されている。また、新設されたパンタグラフ台座は、通常形状のものとされ、8000系のようなセー化か、形状にはなっていない。車体関連では8000系8903編成と、同様に、正面総括風口が廃止されたことに加え、8000系では、全消動周りが、 クリーム色に塗り分けられていたが、本系列では、オレンジ一色とされたこと、正面排泄機が7000系と同一形状のものとされたことが主な相違点である。その他、主社の製造年次の相違から、客用扉窓の指示方法が8900番台のエッジゴムタイプに対し、本系列では押さえ金タイプとなっている。なお、半自動扉扱い用車外スイッチは本系列では、 各社の運転室直後の扉に設置されている。本系列は2007年2月より営業運転を開始し、7000系と共通運用で使用されている。2019年2月6日よりシングルアームパンタグラフに更新されている。8000系7700系東京地下鉄より譲り受けした03系電車を浅野川線に導入し、今後八0系を順次置き換える予定となっている。 2020年12月18日をもって8903編成が営業運転を終了した。ありがとうございます。